おでかいでかい音量村が。鏡よ鏡さ、世界で一番可愛がるのはやめてよ。トゲのような視線迫る、優しいふりした彼女が素敵な晩餐もてなさった。そっと口に含むと笑み薄れゆく。ああ石の中で話、時が止まる。お願いキスで目を覚ましてほしいの。白い棺から連れ出すように、突き刺さる憎しみはドラマ的な事情を祈っても、君はまだ来ない。鏡よ鏡さ、ネクタイ任せや頬に挨拶するから、妬みを買われてしまおうと。七つの小人はいるけど、お助けるそぶり知らんぷりね。そっと首をつかまれ、笑み一粒の涙さえも聞かないで答えられない。望まない、憎まれは深い愛の事情を、もうすぐでいなくなるのかな。高いところ地声で出し切ろうと思ったら思ったより高かったのように眠りにつく。お願いキスで目を覚ましてほしいの。胸の中の声届きますか。階段を登ったらドアを開けるだけで見つかるよ。ああお願いキスで目を覚ましてほしいの。白い棺から連れ出すように、突き刺さる憎しみはドラマ的な事情を祈っても、君はまだ来ない。ああ消えてしまう、高い。はい、ということで、白い雪のプリンセスはでした。